てんぐ。ということで、はい、てんぐですけども、ポケモンクリスタルやっていきたいと思います。なんでここにいんのかわかりません。なんですかね。まあ、それは置いといて、前回ですね、地下通路でロケット弾を倒し、ラジオ塔のね、3階のシャッターが開くっていうとこで終わりました。ではね、ラジオ塔に向かいましょう。よし、やってきたぞ、ラジオ塔。3階だから、これが2階で、次が3階か。まぁ、ちょっとパーティーがね、若干弱いけど、まぁ、なんとかなるでしょう。ロケット弾だもん、所詮は。ここね、ここが開くはずなので、来た。おっしゃ、ウェーイ、出たね。シャッターが開いた？どうしてだ？お前となんか、関係あるのか？あるんだよ、関係。関係しかないんだよ。俺はな、関係者だからな。さあ、やってきたぞ。まあ、どうせ、でもちょっと強いな。ちょっと強い若干。でもレベルはもう弱いけど、もうこんなのさらっとやってきますよ。いやー、強い。これさ、暴れる何がいいってさ、オートなんだよね。その、混乱するまでは。だから2ターンぐらいね、オートだから、弱い敵にはもうほぼね、何もしなくてもいいっていうのがすごいですよね。よっしゃ、やってきたぞ。あ、こい、いいや、どっちも行こうか。待ちな。ロケット弾の砦と言われたこの俺だ。これ以上先には行かせない。ほんとかよ、ロケット弾の砦って本当に言われてんの、こいつ。なんか怪しいな、幹部だ。幹部だ。あ、一体かよ。砦が一体なの？うわ、しかもゴルバットとか顎外れてますけど。あ、強い。強いな。ちょっと待ってくれ。でも大丈夫でしょ。暴れるで。まあ、どうせいつか混乱するわけだからね。遅から早かでね。俺は混乱する運命だから。全然問題ない。うん。ちょっと早まっただけだから。うん。まあ、やめてほしいけどね。いや、強いんだよ。わけもわからず。噛みつくぐらいなら全然耐えるけど。待って。溶けんのも早えな。すげえな。砦はどれくらい強い？あ、でもまあまあ強いけど、全然弱いね。うん。まあまあ、俺のギャラクレにとっちゃもう獲物ですよね。怒りをぶちまけてやれ。このゴルバットに。ね。うん。はい。まあそんな感じですよね。いや、何話そうか。何も話さなくていいと思うけど、実況すればいいと思うんだけど、最近なんか実況中にこうどうでもいいことを言うのも面白いかなって、いや面白くないかな、わかんない、面白いかなって思う。いや、経験値すげえな。はい、終わり。砦が崩れた。もう終わったな。もうそれ終わりじゃん、それもう負けでしょ、それは。はい、ポケモンが可愛くないのかって。そうね、ここであんたのポケモン倒したら可愛いわね。はぁ、なんだこいつ。じゃあお前負けたら可愛くないってか。ポケモンに罪はね、よー、4体もいるよ。いや、もうアーボとか好きだね。マジで、ほんと。弱っ！しかもレベルも低っ。なんなのこいつ、マジで。なぜ？なぜ謎の草と臭い花？なんで？なんでそんな悪趣味なポケモン持ってんの？まあ、謎の草はいいけど、臭い花に関してはもう、ラフレシアか、綺麗花にしてやれよ。役立たないとか言うな、お前、そして。ひどいな、ほんとに。どうしてこんな目に遭うの？ニャースちゃん、助けてー。にゃー、ダメだ、ニャース元気ねえわ。ダメだ、ニャースじゃダメだ。うん、俺が助けてやるよ、俺が。君の王子様となって、助けてあげるよ、ベイビー。根っこ食わせるか。まあ、夏季進化とかないからね。大丈夫です。根っこ食わせましょう。苦い。大丈夫。ね。薬のようなもんだから。薬のようなもの。さあ、やって参りました。ついに来ました。はい。お前を倒す。なんだ。あら、長寿のアジだったわね。あの時は負けたけど、今度はそうはいかないわよ。ほんとか。あの時負けたってことは、今回負けるってことでしょ、つまり。ねえ。うん。うわー、どう？ 3 体。あー、まあまあだね。アーボック。強さはどうなってる？32、弱いな。あー、そんなものか。まあ、そんなものか。所詮そんなものか。しかもスピードもこのが速いしな。まあ余裕でしょ、32だったら。全然。ワンパン？急所とはいえ、満パン？やば。経験値はすごいね。闇カラス。あー、どうせ進化しないからね、闇カラスね。うん。おー。あ、そっか、暴れ続いてんのか。これワンパンはさすがにないでしょ、いくらでも。え？あ、ワンパンないか。
かわいいな、技が。技がかわいい。いいね、3ターンの暴れるか。いいね。これで33レベル。なかなかいいね。強さいいよ。ほら。いいね、いいね。ドロポン、でもドロポン覚えてもな、ギャラクレってやっぱ破壊光線かな。だーれだーって聞こえるよね、これね。これ絶対聞こえるよね、みんな。うん。ちゃんと、もう一回行くよ。倒したら聞こえるから、ちゃんと聞いてね、みんな。眠り子な。あ、ちょっと待って。これは厄介だな。リュックで、ないですか？眠気覚ましとか。何でも直しとかなかったっけ？ないか。あー、ないか。やけど状態しかないな。じゃ、しゃーなしやな。まあ、眠ってろ。おとなしく眠っとけ。ギャラクレ絶対寝なそうだもんな。なんか、不眠症っぽい気がするから、いいや。ちょうどいいから寝とけ。まだか。でも長いぞ、ちょっと。吸い取るなよ、おい。何を吸い取ってんだ。何を吸い取ってんのかよね。体力吸い取ってんだよ。わー、長い。眠ってますね。うわー、吸い取られていく。グロい。グロいよ。血がなくなって、あ、起きた起きた。起きたと思ったら混乱してんのか。あい、なんだそれ。あ、でも暴れる効くんだね。よしよしよし。倒せるか？倒せないか？倒せない。何回吸い取ってんだ、お前は。まあ、何回吸い取ってんだ、お前。よし、混乱解けた。よっしゃ、勝った。余裕でしたねー、ザコめ。へへへ、経験値だけはいただくぜ。さあ、余裕だったな、本当に。全力で戦ったのに、まさか、負けるだなんて。弱いからな、お前も。よし、回復しておこう。根っこ使うぞ。みんな大好き根っこだぞ。ねえ、いや、根っこしか買えなかったんだって、あの近くでね、売ってたのが。もう、しょうがないよ。これなんか上げすぎて野生化しないよね。うえーって野生化してさ、襲ってくるっていう、そんなオチはないよな。おやおや、ここまで来ましたか。なかなか優秀なトレーナーのようですね。我々は、ラジオ局を乗っ取り、全国に復活宣言をするのです。そうすれば、どこかで修行中の榊様も、戻られるに違いない。あの昔の栄光を取り戻すのです。その邪魔は、させませんよ。いや、栄光ってお前、悪いことやってて栄光もクソもねえんだよ。悪いことやってる奴はもう栄光もクソもないんで、分かったか。どうせ雑魚だろ。デルビル。あ、もう、余裕じゃん。だってデルビルってあれでしょ？炎タイプですよ。これ波乗りですよ、むしろ。よっしゃ、波乗っていく。波乗って、いい波乗ってんねえ。ふぅ。よし、これで。ワンパン、でもな、特攻竹低いから、あ、ワンパンか、でも。ああ、いいね、いいね。ヘルガー多分来るな、これ。この感じから察するに。ドガースかよ。なんでドガースなんだよ。波乗り使った方がいいよね。ここで暴れる使っちゃうと、3ターンぐらい続いちゃうんで、なんか面白くないんで、それだと。ここはあえて波乗り使っておきましょう。これも作戦ですからね。あ、でも全然効くね。技弱すぎないね。舐めてるだろ、これ。こんな弱いの？ちょっとさ、もうちょっとあるでしょ、なんか技。弱。何これ。いいの？あ、やっぱそうか。ヘルガーか。まあ、ヘルガーもな、普通に。あ、でもいいな、ヘルガー。かっこいい。いや、いいな。ヘルガー欲しい。かっこいい。いや、強い、地味に。35か。全然弱いな、でもな。ってことは、あれだな。8個目のバッジは40ぐらい多分来るな。ちょっと俺のポケモンだときついか。あ、しかも給食かよ。まあ、今でもこいつが34になったから、どうだろうね。まあまあ、いけるでしょ。はい。ぐー、榊様、お許しください。イエーイ。ああ、なんということだ。すべての夢が今終わりましたよ。やはり私では無理でしたか。わかりました。榊様がそうしたように、私たちロケット団は、ここで解散しましょう。さらばです。なんかあっさりやな、ほんまに。あっさりやな。おー、カエルテンちゃん、ほんと、礼を言うよ。君の勇気ある行動が、全国のポケモンを救ったんだ。これはわずかばかりだけど、私の気持ちだよ。透明な鈴って何？どんな色してんの？透明。見えてんの？透明なのに。あ！ああ！なるほど。地面を掘ってたら見つかったのがその鈴なんだ。へえ、昔はポケ、あ、そうなんだ。小金にもね。円珠にある鈴の塔。これ行った方がいいのかな？円珠の鈴の塔。
鈴の塔行くのか。お、行こう行こう行こう。よっしゃ、行こうぜ鈴の塔。円珠だよね、そうそう。じゃあ円珠のね、鈴の塔に行きましょう。ハイパーボールゲッツ、イエーイ。てんてんてれてーん。どんな事件が起きてんだよ。ん？どうすんだこれ。地下降りればいいのか。スプレー使っとくか。なんか面倒だからな。確かあったあったあった、これ使っとこう。どんな感じ、いるのか。なんもいないよ。どこ、え、事件が起きてるって言ってもなんかあんまり変わってないんだけど。この奥とか、あ、怪力ポイントあるぞ。なんだこの先か、もしかして怪力か。ちょっと待って、怪力か、考えてなかったな。怪力は誰か覚えるかな。あー、怪力スポットあんのか。あー、ギャラクレでもいいかもね。ギャラクレの噛みつくいらないんじゃないかこれ。あ、でもこれ消すとちょっときついか。いや、どうしよう、噴火してもちょっときついもんね。ちょっと待って、考えよう。いやー、噴火してもきついな。いや、腰振り子、これ覚える説あると、もしかしたら。ワンチャンこれ覚えるんだったら腰振り子でいいよな。いやー、帰ってきた腰振り子ね。うっそー、嘘嘘嘘嘘嘘嘘、本当に覚える、うっそー。え、覚えてんのかこいつ。あ、そっか、覚えてんのかこいつ、そもそも忘れてたわ。多分この先だよね、きっと。絶対そうだよね。よーし、頼むぞ。さあ行こう。あ、違うんかい。なんだよこれ。あー、なんだこれ。おい、それはいいけど、なんだこれ。技マシン20ってなんだよ。後でいいわ。じゃあどこ？右か？こっちか？あ、岩砕きだけど多分関係ないよね。上かな？どこに何があるんだ？何も起きないようなイベント。誰か来んのかな？別に何もでも起きないけど。これ降りんのかな？やっぱ地下に。その方がいいんだろうな。これ、同じじゃん！あ、何これ？どういうこと？何も起きないんだけど。え？端っこに行っても何もないんだけど。あれ、事件が起きてるって言ってたよな。え、これじゃないのか。焼けた塔って言ってなかったっけ。違うのか。あれ、岩砕きのところからか、もしかして。いや、違うよな。あれ、おかしいな。俺が聞いた情報と違うのか。この先とかないよね。え、なんだ、バグってんのか。これは関係あんの、こんなんか変な柱は。関係ないか。え、おかしいな。違うのか。いや、びっくりした。なんか起きたかと思ったじゃねえか。なんも起きないのかよ。なんだよ、もうポケモン出てくるだけかよ。なんだそれ。うわー、弱いし、ズバッと。あれ？俺もしかして、なんか、タンバシティで、スイ君と会うらしいんだよ。それやってないからか。タンバシティ行かなきゃダメってことか。わかった。じゃあタンバシティ行くわ。いや、覚えるんかい、飛脚。覚えるんか、こいつ。鬼スズメやぞ。めっちゃちっちゃい体でよく飛べるな。よかった。いや、他に鳥ポケモンいないからさ、困ってたんだよね。よし、これでいけるね、タンバーのとこに。簡単だね、これで。タンバーは、これだよね。あったあった。いやー、楽になったね。よしよし、これで、なんか北にいるらしいんだよね。俺は行ってないからな、北に。いるかな？本当にいんの？ここら辺にいるの？え、いなくね？は？どこ？おらんやん。え、どこ？あー、いた！あー、いた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 ！おー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 ！うわ、なんか来た！よう帰るてん！今の、スイクじゃなかったか？チラッとしか見えなかったが、海の上をスイクが走っていたように見えたぜ。スイクは美しく凛々しい。しかもものすごく速い、ものすごい速さで街や道を駆け巡る。素晴らしい！私ももっと近くでスイクを見てみたいのだが、よし、トレーナーである君と戦って私もスイ君に認めてもらう。早速勝負だ。行くぞカエルテン。いや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 、いきなりね、いきなりバトルを仕掛ける人とは多分スイ君はな。こんなやつだったの、みなきって。こんな弱いな。そっか、タンバだからな、弱いわな、そりゃな。全然余裕だったな。へー、よしよし。じゃあ、まあ、暴れるで全然いけると思うんで、もうさらっとね、倒していきましょうね。ふぅ、まあまあやな。まあちょっと強かったな、でも俺の中では。はい、行きましょうかね。悔しいけど、私の負けだ。うん、負けだね。完全敗北だね。かわいそうに。
すごいぜカエルテン。通りでカエルの周りを。なるほど、私はスイ君を探す。また会うであろう。じゃあな。なんなんだこいつは。でこれで行けばいいのか。エンジュ、なに、なに、もしもしカエルテン元気。うわーん、どうでもいいわその情報。なにそれ、なんかイベントかと思ったわ。どうでもいいわ。なんだお前マジで。よし、じゃあエンジュ行きましょう。行こう。ん？変わってない？変わってないのかな？違うのか？これじゃないのか？使っとくか一応。ああ、オッケーオッケーオッケー。え？違うのか？おかしいな。全然変わってねえじゃん。へえ、マジで？俺のこの、何？その、あれがバグってんのか？クリスタルが。いや、そんなことないよな。なんもいないじゃん。何これ？どういうことなの？おかしいね。俺持ってるはずだよね。もらったよね、ちゃんと。なんでいないの、誰も。はぁ？スイ君いないんですけど。おかしいなぁ。全然わかんねえんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って。なんか違うんだけど。鈴の塔ってとこに行くらしいよ。どこそれ？そんなとこあったっけ？やっべ、俺知らねえぞ、金銀。しかやってないから。どれ？鈴の塔ってどれ？エンジュの左端にあるって書いてあるけど、左端にあるか？左端じゃねえわ。東端だわ。間違えた。東ってこっちだよね。そんなのある？焼けた塔とは別のなの？ちょっと待ってくれ。わかんねえ。これじゃないもんね。どれ？あ、これ？あ、違うね。これだ。あった。大変なことが起きた。いや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 、そんなこと言うなって。おう！その音は透明な鈴。なんという美しい音でしょう。そんなに綺麗な色は聞いたことがありません。その鈴は持つ者の心を音で表すのです。あなたなら、鈴の塔に進めるかもしれません。あー、やったぜ！イエーイ！いけるか？なんだなんだなんだ。うわー！何この三連戦、マジか！よし、今日はここで終わろう。キリがいいしな。次回は、この3連戦乗り越えて、この先にね、向かいたいと思います。一体何がいるんでしょうか？怖いですね。はい。ではよかったら次回もご覧ください。お疲れ様でした。さよなら！